そして続いては今度こんなカード。はい広島対湘南。はい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 。これ、まああのちょあの、過去3年間、6試合の対戦成績見ていただけると、うん、なんとお、それぞれのチームが2点以上取ってないんです。ね。1011-0100-1011、うん。なんでちょっと。 これ珍しいなぁって思って,持ってきたところはあったんですが、これ作りながらちょっと思い出したのは、去年の実はね、広島と湘南っていう対戦成績は俺、あんまり当てにならないかもしれないなと思っていて、確かね、2試合とも結構広島が、あの、試合混んでるところで湘南と戦わなきゃいけなかったんですよね。うん、ああ、なるほど。確かカップ戦がなんかとか。よく覚えてますね、はい。うん、<laughs> だからね、メンバー 結構ターンオーバーさせてたんですよね、湘、うん、南さん、確か。ということもあったかなってのがあるので、はい、まあちょっと去年のとか、あんまり相性とか見てもしょうがないかなってところもありますが、いずれにせよ、ちょっと2点とか3点とか入らなかったカードであるのはま間違いないという形になっていますと。はい、あとは直近、両チームとも2連敗でのところで,ですよ、ね、迎えるってのもあるので。はい ここでねあのどっちがこう流れを取り戻せるかっていう側面でも注目していただきたいカードだなというところがあります広島なんていうのは、ね、福岡戦で三田選手が怪我して以降ちょっと勝ててないっていうのもあるのであと湘南もやっぱ怪我人が多くてその間、なかなか勝てなかったけどようやく小野瀬選手とかも復帰してきたっいうところがあるのでそろそろかなっていうふうになってきてるかなと思います。はい、はい